今もう本当にこれえらい整形でもしたかというような顔になって、綺麗な顔なってきた。やはり心穏やかに戦うとあんな顔になるんだな野村、わかる？顔はね、心だ。野村監督について聞いてみると、やっぱ強くなるとやっぱ丸くなってくるからね。そうそうそう、ちょっとダジャレが面白くないけどね。ああ古い。じゃあ元気かな。はい、バイバイ。ちょうどか。そんな野村監督にまたもぼやきの種が。クライマックスで対戦濃厚の和田を打ち崩せず7三振。そんな楽天にさらなる衝撃。インデンはもう会社の許可を得ずに私の判断で解雇しました。